e スポーツを通して地域活性化を図ろうというユニークな取り組みが福岡県広川町で始まりました。広川町の氷室健太郎町長が発表したのは、 e スポーツをきっかけに町民相互の交流機会を創出しようという事業です。テレビゲームをスポーツと捉える e スポーツは、年齢や性別などを問わず楽しめることから、これをコミュニケーションツールとして捉え、高齢者や子ども、障害者などが垣根を越えて交流することで地域の活性化を目指します。事業は3カ年計画で、今日早速体験会が実施され、 e スポーツを知ってもらうことからスタートしました。2年目には実際に交流会を実施し、3年目には初年度から行う心身にもたらす影響などの研究結果を全国に発信します。広川町は町の認知度を高め、全国の自治体とも交流したいとしています。